なんか、今、インターネット接続をしてるんだけど、なんか放置してたら勝手に切れちゃって、DNS での名前解決ができませんでしたって、ちょっとよくわかんない。なんだ DNS って。これちょっと詳しく見ても、文字がいっぱい出るだけで、ぶっちゃけよくわかんなくて、ロビーに戻されて、広場に戻されちゃうんですけど、あ、これなんだ？急にできなくなったぞ、スプラトゥーンが。俺以外にもいるらしい。回線が悪い？再起動します。え、なんでできないんだ？急にスプラトゥーン引退しろって言われてるようなもんじゃない？これ。引退しろって言われてるようなもんだ。やだ、引退。なんだこれ。え？ニュースなかったんだけど。え？なんで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 え、なんでなんで何これ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 、あれ俺朝できたんだけど、スプラトゥーン。なんで今できない？障害が起きている。今、任天堂に障害が起きている。俺だけか？インターネット見てみよう。DNS 設定自動にしてるのを手動に変えて 008.、あ、できた。保存。これで設定完了にしまして、これでつけてみようか。一応これでつけれる。受信します。自動じゃなくて手動にしました。あ、いけた！できた、できた！あ、できた！なんだったんだ、これ。通信障害。自動じゃダメなのか。